さてですね、前のシートまでの説明でですね、前回までの説明で、国、あの、お金ができる仕組みは銀行がお金を貸せばできると。まあ、これでも簡単にできると。私たちが財布の中にあるお札というのはですね、別段、これはお金とも言えないものなんですね、実は。お金じゃないと思った方がいいんですよ。お金を持ち出すときに使う証書だと思った方がいいですね。お金自体は銀行預金に書いてある数字であって、それで、お金、その通知、数字書いてあるものを一部持ち出すときにですね、お札というものを使うと、だからお札っていうのはお金ではなくて、まあ言ってみれば銀行にお金を持ってますような証明書みたいなもんなんですよ、本当は。そう考えた方がいいんですね。だって、この説明聞いてる方はね、多分現金は財布の中に、まあ僕なんか5万円とか6万円しかないですよ、普通。あと小銭。だけど私の貯金通帳はまあそこそこのお金があるんですよ。じゃあ、あとは何があるのって言ったら数字が書いてあるだけで、銀行だって別にそのお金持ってるわけじゃないんですよ。銀行は例えば大きな銀行ですと、本店とかいろんなところに金庫が少しあるけど、まあ、せいぜい持ってても10分の1か20分の1でしょうね。だから突然1億円、私1億円通帳にありますから1億円くださいって言ったら、降りれないんですよ。ちょっと待ってくださいって言われてね、1日かかるとか、なんかそうなるわけですね。それはつまりお金っていうのはお札じゃなくて、お札はただ証明書に過ぎないともう考えた方が経済わかりやすいってことですね。まあ、そこまで理解したということで先に進みます。ここから全然別のことですね。さて、国の借金があると言われますね。国、日本国は借金してると財務省も NHK も日本経済新聞も言いますから、間違いないでしょうね。日本国が借金してる。そりゃ、いくらなんでも財務省と NHK と、それから日本経済新聞が言ってるんだから間違いないですね。じゃあ国っていうのは何かっていうと、国民と企業と政府と、まあ、その他団体だとかいっぱいありますけど、それでもって成り立ってますよね。だから国民もお金を持ってるし借金もあるし、企業もお金を持ってて借金があるし、政府もお金を持って借金があるし、その他の団体ももちろんそうですね。じゃあ国の借金、日本国の借金っていうと、それを全部合わせたものの借金なのか、それとも国民の借金とか企業の借金とか政府の借金を言ってんのかが、いつも、まあ、財務省、NHK、日本経済新聞は間違えるんですよ。まあ、私はね、知識がある人たちだから、故意に間違えてんじゃないか、つまり嘘じゃないかと思うんだけど、まあ、そこまでは言いません。で、NHK が報道している、国の借金、国民の借金というのは、実はありません。政府の借金があります。国民、企業、政府、その他の団体って言いますと、国民はほとんど借、日本人の場合、借金が少なくて貯金が多いんで、実際上差し引きすると借金ありません。企業はまあそれぞれですね。借金の多い会社と自前の会社とあります。政府は昔は借金も預金もなかったんですよ。つまり予算が10兆円なら10兆円の税金を取って10兆円使うという、そういう財政のバランスっていうんですけど、それが取れてたんですけど、今はずうずうしくなって、収入が10兆円なのに20兆円使っちゃうとか、そういう、まあ、放漫財政なんですね。まあ、10万円の、月々10万円もらってる人が遊び好きで20万円使ってるっていう、まあ、そんな感じなのが政府なんですね。ですから、国民は貯金があるんですね。企業はそれぞれ。政府は借金があり、その他の団体もそれぞれと。こういうわけですね。じゃあ、日本国というのは国民と企業と政府とその他の団体の足し算ですよね。それはどのくらいのなんか借金があるのっていうと、グラフここ示しましたけども、日本はもうダントツ、これは対外純資産と書いてありますけど、日本が外国に貸していれば、対外純資産はプラスですね。それから日本が外国から借金していれば、対外純資産はマイナスです。ギリシャなんかはマイナスですね。で、日本は幸いなことに世界でダントツに1位、340兆円の貸し越しですね。
だから財産があるわけです。ドイツが195兆円、中国が192兆円、それから香港が118兆円、これちょっと特殊な事情がありましてね、香港にお金をこう入れたりなんかしますから。ノルウェー85兆円、カナダ57兆円、ロシア38兆円。これはね、結構年度ごとに大きく変わります。日本ですと400兆円に近づくこともあるし、300兆円ぐらいまで落ちることがありますね。まあ、ロシアなんかもすぐ赤字に陥ったりします。ここではイギリスとかフランスがちょっとだけ赤字、イタリアはまあかなりの赤字、アメリカ合衆国はもう山ほどの赤字ということですね。ギリシャも結構大きいんです、国の大きさとしては。だから赤字国っていうのはまあアメリカ合衆国っていう感じですね。黒字国というのは日本、ドイツ、中国と、まあ、こういうふうに言えますね。これは大体我々の感じと合いますよね。日本とかドイツとか中国というと、まあ結構輸出が盛んで、まあ、外貨を稼ぐというか収入が多いと。アメリカは双子の赤字って言ってもじゃんじゃんドルを吸って欲しいものを買うと。アメリカは個人もですね、結構借金が多いわけですよね。日本は貯金してから物を買うという習慣ですが、アメリカ人は借金、ローンを組んで生活をするっていうことですから、まあ個人も借金が多いし、政府も借金が多いということで、まあトータルとしては、アメリカ合衆国の国としてはものすごい大きな、赤字だと。まあ、こういうことになるわけですね。ここでよーく見てくださいね。なぜ、財務省と NHK と日本経済新聞という日本の経済の責任を持つ3つの大きな機関が、日本国が1000兆円の赤字ですとなぜ言ったかってことですよ。さっき最初の時にグラフ出しましたね。1044兆円の赤字だと。国民1人当たり792万円の借金がある。日本国は赤字である、だから消費税を上げなきゃいけないと、こう言ったんですが、それはアメリカ合衆国の886兆円はあるけれども、日本は黒字ですよ。このお金がどこにあるかがはっきりしないんですよね。あるんですよ、もちろん日本の。多分外国にあるんですよ。アメリカ国債を買ったり、アメリカに道路を作ったり、アメリカのビルを買い取ったりするもんですから、せっかく日本人が稼いだお金なのにドルでもらうんで日本で使えないので、主にはアメリカで使っちゃうんですよ。アメリカ人は助かっちゃうんですね。日本人が稼いだお金で道路ができたり、ビルの中に生活できたりするからいいんですよね。だから日本人はこのせっかく340兆円も黒字があるのに節約なんかしてるもんですから、だからまずいんですよね。貿易黒字がいいとか言いますけど、それも程度問題で、まあ日本の場合はちょっとやりすぎなんですよね。やっぱり健全っていうと、まあ、50兆円を前後するぐらいがちょうどいいんでしょうね。だから日本も、まあ、対外純資産50兆円ぐらいの余裕があって、それで営むということに なるんですね。まあここで僕が言いたいことはそういうめんどくさいことじゃなくて、国が借金してるっていうのは全くの嘘だってことなんですよ。なぜこんな大きな嘘を、財務省とか NHK とか日本経済新聞がついているのかっていうのが問題なんですね。僕はせめて早いうちに嘘でしたって言った方がいいと思うんだけど、これを言うとね、消費税を上げる理由がなくなっちゃうんですよ。だって日本国は赤字だから、だからこの赤字を早く返して子供にツケを回さない方がいい、だから増税して国民が払ってくださいって言ってるわけですから、消費税の増税が途切れちゃいますよ。むしろ消費税増税しなくてもいいから 8% を 0% に戻せってことになるので、口が裂けても言えないという状態に多分現在あるんじゃないかと、まあ、こういうふうに推察されます。